クレイグ・ディクソンはアメリカ合衆国の元陸上競技選手である。彼は1948年に開催されたロンドンオリンピックの男子110メートルハードルで銅メダルを獲得した。ディクソンは主に110メートルハードル走を得意とした選手でロンドンオリンピックでは予選と準決勝をそれぞれ14秒4の記録で1位で通過して決勝に臨んだ。決勝では 同じアメリカ代表のウィリアム・ポーター、クライド・スコットに続いて14秒1の記録で、銅メダルを獲得した。ディクソンの選手としてのピークは、ロンドンオリンピックの1年後にやってきた。1949年に彼は、AAU と NCWA の選手権で優勝し、ハードルの試合で59連勝していた。ディクソンは1952年ヘルシンキオリンピックの、 代表として強く期待されたが、代表最終選考の競技会で8つ目のハードルを倒してしまい、出場を逃している。402.336メートル。アスレチックスアットザ1948ロンドンサマー、ゲームズ、メンズ1 1 0ズハードルズ2011年1月2日、閲覧。ありがとうございます。